こんばんは、ひろゆきです、明けましておめでとうございますかな。まだ日本はこんばんはこんにちはぐらいですかね。こんにちははもうないか。こんばんはですか、ひろゆきです。大変ですよね。まずは被災地の方々の本当に心からお見舞い申し上げます。生意気ながら本当に心配心配心配ですね。あと航空機事故、日本では今までありえなかったようなことが起きてますよね。いろんなことの歪みが来てるような感じがします。こちらはロサンゼルス、今朝6時なんですけど、アイホップっていう今、よくあるファーストフードに来てホットケーキというかパンケーキというかのお店です。ちょっとお見せしますね。こんな感じで、まあ、朝6時だからちょっと空いてるんですけどね。こういうコーヒーポットで来て、アイホップ、まあロサンゼルスが危ない危ないとかっていう感じで言われますけど、まあ確かに、まあ、銃社会ならあれなんですけど、でもまあ慣れれば、常にやっぱり安全な場所をちゃんときちんと確認していくといいですよね。ちょっと明るい話でできなくて申し訳ないんですけど、あと僕の方で、私どもの方でやってるのが、海外のものでやってるのが、安倍晋三総理、2022年7月8日の安倍晋三総理の襲撃事件の再調査の要求書を出そうとしてます。どうしてもあれはちゃんときちんと歴史を残さないと正しいことを、多分僕らの次の世代の子たちが困ってしまうと思うんですね。困ってしまうというか、やっぱり間違った歴史をつなぐことは絶対良くないと思うんですよね。賢者は歴史から学ぶっていうんですけど、歴史をちゃんと大事にしないとダメですよね。ぜひ署名という限りは1万とか2万とかって言うんですけど、今300件ぐらいしかないんです。ぜひまあもちろん資金も足りないんですけど、まあできればエールか署名を、ご協力をお願いできませんでしょうか。よろしくお願いします。今年もまあ、悪いことからいいことが続きますので、今年も1年よろしくお願いします。今年は大谷さんも山本さんも、ドジャーズに行きましたので、ドジャーズ戦高いんですよ。でもまあなんとかなんとかドジャーズ戦を毎回突撃取材したいなと思ってます。よろしくお願いします。失礼します。今日もよろしく、今年もよろしくお願いします。